皆さんどうもおはこんはろちゃお、すみのふでございます。今回は小倉駅から神戸までですね、阪急フェリーの旅でございます。ハローキティ新幹線の続きになります。お久しぶりです。柏うどんを約5分で平らげまして、バスの発着するターミナルまで移動します。あちらに停まっている白い西鉄バス、あちらが阪急フェリーの送迎バスであります。もう足が痛いです。かなり全速で走ってますからね。そんな感じでこの階段を駆け下りましてですね、なんとか16時10分のバスに乗ることができました。見てください、この文字が出た顔。バスは16時10分小倉駅を出発し、門司港を経由し新門司港に向かいます。でこの16時10分のバスはですね、泉大津行きの阪急フェリーに接続している便です。神戸行きではありません。ではなぜこれに乗ったかというと、単純に泉大津行きのフェリーの出港を見たかったからです。車窓には関門海峡の海が広がります。一方で門司駅付近貨物ターミナルも見えておりましてですね、この辺り鹿児島本線の線路もたくさん並んでいるような、そのようなところ門司駅に到着。門司駅から乗る人もおそらく泉大津行きの人たちだと思うんですけども、まあ、出港が見たいと言っておりましたけども、神戸駅連絡便だとですね、乗船開始時間からちょっとずれてですね、バスが接続しておりますので、まあ、開始時間が例えば19時だとすると、なんか19時20分とか30分ぐらいに着いたりするので、なんか損した気分になっちゃいそうな気がするので、まあ、このバスでね、繰り上げてですね、新門司に到着しているという形になります。で新門司のこのターミナル付近、セブンイレブンぐらいしかないので、決してそんな時間つぶしができるとこありません。そんなこんなで到着、こちらが泉大津便の響きです。でこちらが神戸便のターミナルであります。ちょっと歩いたら着きます。皆さんどうもおはこんはろちゃおということで、私、乗り物大好き系 YouTuber すみのふでございます。今日はですね、土曜日なんですけども、なんか大寒波が襲来とか言ってる中、私は、北九州の、新門司港、阪急フェリーのですね神戸行きの第一ターミナルに来ております。で泉大津便はもうすぐ出るんですけど、神戸はね8時ということで、20時ですね、まだ出ないんですけど、明るいうちに、ね、夕日でも見に来るかということでやってきました。真っ白ですね、ごめんなさい、まあ、こんな感じになっております。で、今日はですね阪急フェリーで神戸に帰るわけですけども、朝ねハローキティ新幹線で来て、そのままね観光もせずただ帰る、ただアホな動画なんですけど、まあでも私はですね、全然このね、乗ることに意義があるということで、観光なんか別にどうでもよく、船自体が観光なのでね、ちょっと現実逃避をね明日の朝までしようかなというところで、パソコンもね全然持ってきてないんで、仕事のしようがないんですけど、撮影だけしていこうと思っております。まあ、今回ね、ちょっとキャンペーンでね、デラックス和洋室も貸し切り料金が無料になっておりますので、それがミソということでやってきたわけなんですが、これがですねもう船子もニャットクキャンペーンって前私も言ったんですけども、かなりですね、すごい、キャンペーンの内容でございましてね、個室がね貸し切り1名でも貸し切れるっていう感じなんですけど、その個室料金がいらないという感じになるんで、あ、じゃあちょっと行くしかないなとか思って、これ3月なんでね、また阪急フェリーしたらめっちゃが乗るんじゃないかという感じなんですが、その通りでございます。私阪急フェリー大好きですからね。それではどうぞよろしくお願いいたします。ターミナルの前で何を喋ってんだって、夕日に照らされてるちょっと憎たらしい猫、船子登場です。これがねマスコットキャラクターでございます。もう乗船手続きだけしときますか。もうどうせ新門司からどこも行けないんですよね、もうこんな山の隔たりなんで。まあちょっともうできると思うんで行ってみるか。というわけでですね、手続きしてきました。このね赤いカードがキーカードになります。でこれねすぐ脆いんでね、水とかかけるともうすぐふにゃふにゃになるんで気をつけていただきたいのと、あとこれですね、今回の金額は11,650円、これで個室が乗れます。でこれでですね、普段はですね2500円ぐらいプラスアルファされるんですけども、今回はですねこれだけで、2枚目はですねもうなんか予備の紙みたいになってるんですけど、これはなんかちょっと後で説明しますわ。でこの建物ですね、これがなんか大極殿みたいな感じになっておりますけどね、すごいですよね。まあ、ちょっと泉大津便の出港だけ見に行きましょうかね。お、来
北九州空港から離陸していた飛行機が飛んでってますね。どこ行くのかな、東京かな。この辺り北九州空港もありますのでですね、飛行機と海と空と海の交通の要所であります。なんか花咲いてんのかなと思ったらマスクの花が咲いていたお、野毛市だ、うまそうだな。すごいですよ、こっから見てくださいよ、これが、九州側のですね、阪急フェリーのターミナル、神戸行きのターミナルです。なんかすごいですよね、あのターミナルがすごいですよね。やっぱり奥に見えているのが名門太陽フェリーですね。でフェリービザン、これはオーシャン東急フェリーの船ですね。で泉大津行きの船で、こちらが神戸行きの大和です。後ろの夕焼けがめちゃくちゃ綺麗なんですけども、で、先ほど先陣を切ってですね、名門太陽フェリーの第1便が出ていきまして、あるいは第2便の船なんですけども、続いて出ていくのはですね、この、泉大津行きの船です。でそれでその次が多分オーシャン東急フェリーかな。でその後に、この神戸行きの大和が出ていきまして、一番最後はですねまだ到着してないんですが、こちらから東京九州フェリーの、フェリータンカーの後ろぐらいにターミナルがあるんですけども、それが一番ラストですかね。そのような感じでフェリーがたくさん来るのがこの新門司です。めちゃくちゃ楽しいですよね。もうフェリー好きでね、新門司って言ったら大体もうみんなわかると思うんですけど、いや私としてもですね、今ちょっとこういうなんか入れそうだったんで、ちょっと道路のとこから今ねあの撮影はしてるんですけど、これは入っていいのか悪いのかちょっとわかんないんだけど、一応なんか下がってるってことは入ってもいいはずなんだけどなと思いますけど、普通にねおじいさんとかいたから多分大丈夫だろうと思うんですけど、こうやって見るとですね、なんか阪急フェリーのなんかこう煙突も全然違うんですね。泉大津航路の便だとなんか煙突がものすごく太いのに対し、神戸便の大和はですねちょっとなんかほっそりしております。まあなんか形はねそんななんか大差ないんかなと思うんですけど、煙突でねだいぶやっぱり差が出ますね。オーシャン東急フェリーのおしっこのシーンです。ああやって放水するんですね。というわけで倍速でお送りしておりますが、これがねゆっくりとですねあの出ていく泉大津行きの阪急フェリーの出航シーンですけども、16倍速しております。まあこんな感じです。ターミナル戻ってきました。4階の待合所に行きます。売店とかもありますしね、ゲームコーナーもあります。ここにね大極殿の説明があるんですけども、どちらかというとやっぱりこっちの憎たらしい猫の方がですね目に入りますよね。今日もこの船子の説明も後でします。これやっぱねターミナルのとこ見ていただいたら分かるように、憎たらしい猫がいっぱいいますよ。これなんかもうやばいっすね、なんだこれはっていうね。でこちらが待合所です。結構綺麗ですし広いですね。でこちらが阪急フェリーの船内で買えるお土産品なんですけどね、クッキーとですねチョコサンドがありまして、これどちらも美味しいですね。まずこのスイートチョコサンドなんですけど、ウェハースみたいな感じでねサクッと食べれて、でこのパッケージもですねあの船の形しててね、あの置物になります。ですごいねこれあっさりして食べやすいですね。これもねサクサクしててしっとりのね美味しいクッキーですね。10枚入りで船子がいかつい顔してますが、このプリントされたクッキーのね船子もなんかすごい可愛らしいですね。憎たらしい顔ではありません。すごいこっちの方が憎たらしいですね。もうこれはねあの船子のクッキー何を遊んでるんだって話なんですけど、これが船子です。ご乗船のお客様へお願いと書かれておりますが、このねあのずんぐりむっくりな船子もなかなか面白い絵ですよね。すごいなんか絵面だなと思いますけども、うまいこと書いております。名探偵コナンを見ながらね、乗船開始を待っております。いよいよ乗船開始です。乗船なんですがボーディングブリッジからの乗船、結構長いなと思うんですが大阪南港に比べればマシです。そして船内に入りました。綺麗な作りロビーもね結構ホテルみたいですね。そして階段を上がりましてこの眺めです。もう完全にホテルですよね。船内は
後で探検ですね。今日は604、もう私も利用しすぎて大体の場所をもう分かってしまうって感じなんですけどもう604だったらこっちだなっていうのがもう直感で分かってしまうわ。前の方ですね、もう完全に私の別荘みたいになってますもん。ここだ、よいしょ、ここですね。あ、間違った。ちょっと待って。久しぶり。久しぶりの部屋ですね。やった。で、これね、これはね、あの無様に置いてたらあのすごいあれなんで、ここに入れます。で、これで、よいしょ。あー、多分こっちがターミナル側だな。出港は今日は部屋で見れるのか、そんな感じですね。荷物置きましょう。あれ、スリッパが、あれ、いや、スリッパがなんかすごい、あれ、こんなんだったっけ。へえ、簡単な説明なんですけど、救命胴衣はここですね。救命胴衣はここですね。まず1個あるのかな。ここはでも小児用1個って書いてるの。あ、大人用はこの下にあるんだ。これは確認しといた方がいいですね。で、避難経路の確認もこういう感じになっております。こうダーッて走って、ここで7階に上がってくださいみたいな、そんな感じですね。で、布団が2つ。で、これはタオルですね、アメニティ。スリッパもついております。で、こんな感じですね。芳香剤があのそこにありますね。で、コンセントは多分ここと、あ、ここですね。ここにあるの3口ですね。で、お待ちかね、ここがですね、トイレです。このトイレがあるかないかでめちゃくちゃでかいんだよね、うん、シャワーはついてないです。いや、阪急フェリーはね、露天風呂があるんでね、ここで入るよりか露天風呂行った方がいいです。というわけでお風呂行きましょう。ということは、これはですね、ちょっとお風呂行きましょう。お風呂、とりあえずお風呂が一番困る。お風呂とご飯はね、そのまますぐにこなした方がいいですね。深夜もお風呂入りに行くからね、多分3回か4回ぐらいお風呂入りますよ。ご飯は後で。とりあえず風呂です。いや、露天風呂があるのはレベル高いですよね。よし、次荷物を置いてご飯。ブーカブーカ、お風呂気持ちいいわ。あいて、お風呂も自慢です、阪急フェリー。ここをね、そつなくこなしていくのがポイントです。ないですが、洗濯物とかこの辺に掘り込んどいて。どれもうまそうだな。どうしよう、洋食ってか何このマシュマロみたいな。いや、どうしよう、なんか何食べよう。相変わらずいつも取りすぎなんですけどね、貝汁とダチョウ肉と、で、唐揚げみたいなもの、それとですね、この関門タコ、これがまたうまいんですよ。で、ダチョウ肉は今回はカルパッチョなんだそうです。前はたたきみたいな感じで書いてたんですけどね、これが非常に美味しくてですね、もう水菜とね、巻いて食べるのも美味しいんですけど、癖がないこのお肉がね、非常にね、美味しいですよね。ダチョウの肉なんてね、まあ、あんまり売ってないし、ここで食べるのが私としてはいいんじゃないかと思うんですけども、もうすごくね、臭みがなくね、難なく食べます。ひょっとしたら牛肉のたたきよりあっさり食べれるんじゃないかという勢い、本当に美味しい。これは阪急フェリーに乗ったらぜひ食べてほしい一品であります。行きの新幹線で駅弁3つを食べてたんですけども、本当にお腹いっぱいになりながらもバクバクと進んでいくのがこの食事です。
まあ、最後の方ねもうちょっと時間の方の戦いとなっておりますが、あ結構胃袋がつらいな、これ取りすぎたなと思ってしまうんですけども、それでも食べてしまえるところが私の胃袋であります。水もねガボガボ飲んでおりますけどね、非常にですねどれもこれも美味しいなと思えるようなそんなお食事でございます。阪急フェリーは本当に食事が美味しい、一品一品包装されていて食べたいものを取るという方式です。こちらがなんかマシュマロのなんかプリンとか書いてたんで乗ったんですけど、プリンにマシュマロが乗ってるだけなんですけども、侮ることなかれ、これ結構うまいんですよね。私もね食べててねすごいね、なんかこんなスイーツまで食べれんのかというぐらいね、この阪急フェリーのプリンはねめちゃくちゃ美味しいんでね、もうなんかこの船のですねなんか裏にパティシエでも乗ってんじゃねえのかぐらいのね勢いでね、このプリンはね本当にね魔剤ですね。次から次へとですね食べていく、そして口の中で溶けていくっていう形になりましてですね、お腹いっぱいでもですね2個も3個でも食べれるんじゃないかという勢いの本当に美味しいプリンです。本当ね最初はねクリームとね、その後中層のプリンだけ、そして下のねカラメルとね3段階で食べていくんですけど、非常にですねもう本当にねこの3つの味がね口の中でね溶け合っていってね、もう本当口の中が幸せとはこのことです。本当に美味しいご飯でした。そしてご飯をねよそってくれた方、またレジ会計の人たちも本当にいい方々でした。本当に阪急フェリーは親切な方が多いですね。かなりの満腹感でごちそうさまでした。でもちょっとプリンもう1個食べたかったですね。水を一杯含みまして席を外します。レストランはかなり広く取られています。これは一部だけです、もっと広いです。食いすぎた、やべえ苦しい、あんだけ食ったらもうやばいな、新幹線から食いすぎやろっつう話なんやけど、やべえちょっと待って食べすぎてよったやべえ気持ち悪い、調子乗ってな、なんかな、もう唐揚げいるんだったな。あ今ね照明をちょっと暗くしてます。これでよいしょ、これ動くんすよ。なのでこうやってこのようなね感じで、よいしょ、海を眺めながら座れるんですよね。あやべえ、あでも微妙にご飯、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってごめんなさい、だよねマジで出航ですよ私が違うところに出航してしまったわ今思ったよりガーって言ってもらったけど、ベッドで頭打たんかったよかった、危ねえお、うなり上げてます。あここいいですね、ロープが今外される感じですかね。あそこで外すんだ、へえ。さあ今から神戸の旅が始まりますよ。まだ動いてないですかね、もうでも手綱が外されてますんでもう動くと思います。さあどうだ、あ、今動きましたね、今動いた、横にぐーっと今動いております。出航でございます。いやー本当ですね、この船の旅って出航の時と到着の時ってなんかすごい独特な気持ちになりますよね。私もなんかこの出ていく時はすごくね、もうなんかこうこれから旅が始まるんだみたいな感じのね、そんな気持ちになりますけど、下を見るとですね、ちょっとこっからでは見にくいかな、なんかこう天然の渦潮を見れるわけですよ。ぐるぐる回ってるの分かります？これですね、もう天然の
文字の渦潮ではないですけど阪急渦潮ですね。あ、ちなみに言っておきますけど阪急電鉄とこの阪急フェリー何ら関係ないので、あのいつもね阪急電鉄のグループの船かって言われるんですけど全然違うんですよね。なんかコラボとかやればいいのになとか思ったりするんですけどね。はい、というわけで出港でございます。ぐるぐるっと回っておりますけどね、すごいですね。でもこうやって見るとこのでかい船がですねぐるぐる回ってんすよ。ていうかね、こういう高いとこだと大丈夫なんだよなとか思うんですけど、まずね、あれじゃないですか、あれ名門太陽フェリーじゃないですか、この奥の光、ちょっともうだいぶあれですけど多分そうだと思いますけどね。というかめっちゃ静かじゃないですか。本当にちょっと今黙ってましたけど、かなり静かですよ。船内の自販機はぼったくることなく、むしろあの地上のね自販機よりも安い値段設定になってるんじゃないかというぐらいリーズナブルな値段で販売されています。こちらがフォトスポットですね。阪急フェリーヤマトと文字の町が描かれています。こちらは阪急フェリーのアニメーション、これが船子です。動いてるところを初めて見ましたけど、こんな CM あるんですね。なんかいろいろと パターンというかレパトリーがあるんで見てて面白いんですけども、まあ、ずっと見てるとね結構面白いのでこれもね見入ってしまいそうです。なかなか癖になる CM です。映えます、阪急フェリー。客室は3層建てになっておりまして、5階、6階、7階がですね客室となっております。デラックスワイヤスは6階とかにあるんですけどもね、5階、6階、7階、いろいろな階層に分かれていろんな、レパトリーの客室を備えているのが阪急フェリーです。ゲームコーナーに来たんですけども、ポンデライオン、そして船子、そしてなんかわけわからんリアルな狼の着ぐるみ、サバゲージャージなどいろんな景品があるんですけどもね、どれもちょっと欲しいなとは思ってしまうんですけどね、一番に欲しいのはポンデライオンでした。けどゲームでやるとですね貯金箱のようにねお金が放出していきますので、私はですねこういうゲームあまりやらないようにしています。こちらがキッズルームであります。アンパンマンが放送中です。バイキンマンがなんかしています。これがキッズルームらしいんですが、沈没してますよね。どう考えても沈没してます。来島海峡大橋、瀬戸大橋、赤塚海峡大橋と、この、ね、四国連絡の大橋を渡るんですけども、ほとんどが深夜帯、赤塚海峡大橋ぐらいが一番の見物でしょうか。売店はこのような感じになっておりまして、そして売店の、ね、あの軒先ではですね、シュークリーム、パイシューが売ってたりアップルパイが売ってたりします。それがこちら、これが、ね、名物です。本当に、ね、船でこんなものが売っているなんてって信じられませんよね。私はこれ大好きです。そしてもう一つ何か買ってしまいました。船子クッション、もうついつい買ってしまいます。最近船子にハマっています。あ、おかえり園田くんもハマってるんですけど、袋入れてくれるかと思った。これ裸のまま渡されたんですけど、どうしようかな。これ持って電車乗るの恥ずかしいな。どうしよう。なんかさっきから今日なんかちょっと面白くない、今回の船旅。やば、形やば。これ船子です。はい、ということですね。今食べるかどうか分かりませんが、阪急フェリー名物の、パイシューです。これはプレーンの方ですね。あとカスタードとダブルシュークリームのやつがあって、あっちは190円、これは170円です。あとねアップルパイとかね、朝の余りとかも売ってるみたいですね。まあでもこのパイシューはおすすめです。いやこれはね深夜に食べるからうまいんですよ。でもまだお腹空いてないからいいな。ですね、じゃあ こいつのご紹介をしていきたいと思います。こいつは船子というキャラクターでございます。で、ちょっとお盆に乗ってたコップとかをどけるとですねこのようにですね、書いております。で、新しくなったっぽいですね。で、このね3人います。
船子、節子、三毛やんって言ってね、あのサングラスかけてるのが節子です、白い猫ですね。で三毛猫の帽子かぶったやつが三毛やんってやつなんですけど、まあ、それぞれをちょっと、もう前はね船子をご紹介したんですけど、今回改めてまたご紹介します。まあパソコンお前叩けんだなみたいな感じなんだけど、まあちょっとあのパソコンもできる有能な猫みたいなんですけどね。これが船子です。もともとねここで転がってるやつです。で、これがねあの虎の猫なんですけど、文字の都でですね、迷子になった子猫が阪急フェリーに住み着きました。それが船子。性格はマイペースなのんびり屋で、趣味はかくれんぼ、好物は魚とたこ焼き、たまに二足歩行で走る時もあり、それを見た人には幸運が訪れるということでね。テクテクダダ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 キキちょっとね設定変わりましたね。あのもともと刺身つまみ食いしてみたいな感じでね書かれてたんですけど、あれ刺身つまみ食いのやつなくなりましたね。文字の港で迷子になった子猫が阪急フェリー、ちょっと阪急フェリーさんさ、あのね前のね説明の方がめちゃくちゃ面白かったんですけど、あの前のやつちょっと引っ張り出してそれ見てもらおうかなって思うぐらいね、文字の港で迷子になった子猫が阪急フェリーに住み着きました。それが船子。ここの部分がですね、あの昔は刺身つまみ食いしてどうのこうのってなったんですよね。まあでもこの辺りはまあ全然変わってないんですけど、この辺りちょっと変えてきましたね。こういう顔はねちょっとねこうよしよししてあげようかなと思うんですけど、バカにしたような顔してますよね。そんな感じでね、まあこういうお話があります。文字の港で迷子になった子猫が阪急フェリーに住み着き、それが船子で、今まで誰にも見つからずにいたようなんですが、2017年の夏レストランの刺身だったんだね、つまみ食いしているところをシェフが発見すると。で昔は、猫は船の守り神と言われ愛されてきたこともあり、船長の、鶴の一声で阪急フェリーのマスコットキャラクターになったそうです。なんというやつだこいつは。で節子です。豪華クルーズ船に乗ってヨーロッパから神戸にやってきた白猫、なんと。で名前は節子ってお前、好きなことは旅行とショッピング、性格はマイペースで、とにかく自分大好き。あ、好きそうな顔してますね。つかみどころのないキャラクターじゃなくてキャクターに、船子はいつも振り回されているというようなところです。つかみどころ、この辺ちょっとつまんだらこうピャンってできそうな気が、そのつかみどころではないか。ミケヤンなんだこれ、何？大阪のたこ焼き屋さんに可愛がられていた三毛猫はたこ焼き屋さんから転職してきたのか。お前は自分のお店を持ちたいと嘘たこ焼き屋台の開店に向けて準備中。猫が好きなものはたこ焼きとスポーツ。ガッツがあり前向きにまっすぐな性格でみんなを引っ張っていく職人、職猫です。たこ焼き屋を将来やりたいと。要するに、こう大阪南港にあのフェリー航路を作りたいとか思ってたりするような猫なんですかね、よくわかんないですけど、まあまあまあ泉大津じゃダメだということですね。要するにね、なんかこう野心があるというような感じですね。いやもうこの中でどれが好きですか。もう私このねあの文面が残念で仕方ないですね。刺身つまみ食いって書いてたとこをちゃんとですねそれを強調しないとダメですよ本当に。もうこれはねちょっとねもう一回ね直すべきだと思います。で、フネット予約ということで、阪急フェリーはですねあのフネットで予約します。会員登録してですね、まあ乗船代が毎回 20% オフでありますけども、乗船代に応じてポイントが還元、これはカード決済専用です。でマイページがすぐに予約変更取り消しができて、乗船入力の保存ができて2回目以降も入力簡単になっちゃうっていうね。で乗船した分だけポイントが貯まって1ポイント1円から次回の乗船代に使えていくというなんとも素晴らしいこのねポイント制度なんですけども、いや私もねこれよく使ってますよ本当にね。あのこれはいい予約方法ですね。ほんとスムーズですね。名門太陽フェリーとかあのクレジットカードになるとですねちょっとねなんかいろいろとあのなんかこう認証みたいなシステムがあったりするんですけど、まあ、これサクッといけるんでね私は結構ねあのなんか時間がかからなくていいなって思ったりするところですね。
要するにね、まあ猫も簡単に予約ができますというようなイラストなんでしょうかね。まあそんなこんなで終わりました。船子の説明でした。もうやっぱ刺身つまみ食いはですねっていうところまで、そこだけ強調すんなお前みたいな感じなんですけど、いや残念で仕方ない、残念で仕方ないよ。どっかの誰かがですね、ずっと刺身つまみ食いとかツッコミどころないことばっかり突っ込んでたんでね、あもうさ、でこれはディスってはダメだということで、多分阪急フェリーさんがもしかしたらうちの動画見られたんかな、わかんないけど、やってしまったな、それだったらなんか大変申し訳ないことしたなと思ったんですけど、ではこういうのはやっぱりいじってなんぼですからね、刺身つまみ食いの方がいいと思うんですよね。さてこのようなね、阪急フェリーの刺身をいただいてきましたっていう感じなんですけど、摂津大和と書かれておりますが、この中でもね、あの部屋の案内とか書いてるんですけども、おすすめしたいのがちょっとね、撮影ができないので、大浴場とかはね、あの撮影禁止になっているので、まあこの冊子で説明するんですけど、まあ、なんといっても露天風呂ですね、これ気持ちいいですよ。で、大浴場もね、あの一つはね普通のこの何もないやつなんですけど、もう一つはねこう泡がボワーって出てくるバブルバスみたいな、ジェットバスみたいなね、そんな感じのブク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 ってなるような、そんなね、お風呂です。結構ね、でシャンプーとあのリンスはあのなんか備え付けがありまして、なかなかねいいものですよ。で、あとはですね、まあいろいろこういう風にあるわけですね。カラオケとかもできるらしいんですけど、まあ、ちょっとね、なんかやっぱり前こんな感じだったの、これ摂津だからかな。ヤマトってどうだったんだろうな、ちょっとわかんないや、なんかよく調べて見ようかなとは思うんだけどね、ツイッターとか見たら多分なんか画像を上げてる人とかいるんじゃないかなとか思うんですけどね、こんな感じで摂津と大和の案内とかも、冊子がありますのでね。でこちらは部屋の案内ですね。和室とかも前泊まりましたね。で今泊まってるのがデラックス和洋ですね。まあいろんなアイベアとかもあるわけなんですけどね、あのスイートとかロイヤルもありますけどね、この航路ではこういうのはあんまじゃなくて、もうこれで十分だと思いますけどね。これがね、あのキャンペーン期間中になったら、あの個室貸し切り料金が無料になってしまうという、なんと暴挙なんですけど。で泉と響、これは泉大津から出てる方ですね、あの新文字と泉大津を結んでるやつです。いやこちらも結構いいですよね。ただちょっとね、あの朝早くに着いちゃうんで、まああんまちょっと使い勝手悪いなっていうようなとこですよね。まあこんな感じでいろいろと書いております。さあ夜食タイムといきますか。いやこの時間にね食べたくなるよね、甘いもんね。ダメだと思うんだけどな。これアップルパイなんだそうです。朝に食えばいいものな。朝朝でまたうまいな、焼きたてのパンが出てきやがるからな。船の上で食べるパンでさ、意味わかんないよね。なんでこんな生地が出来上がるのかが。でも何回もね、もう前回も前々回も言ってるけど、いやこのフェリーのどっかにねパンを焼くなんか機械でもあるんじゃないかというぐらい、もうほんまどこで焼いてんねんっていう話ですけどね。このクリームがね甘すぎすぎ、めちゃめちゃいいな。おはようございます。今どこ？お、もうこんなとこまで来てんのか。なんか、なんだこれは。お、名門大オフェリーじゃないですか。あら、
あら、えらい、えらいこんな近くまで来てたんですね。あら、これ追い抜いていくんじゃないですか、多分。えらい今日ゆっくり。あれじゃない、どうしたんだろう。いつもね、こういう光景ってないんですけど。珍しいですね、名門太陽フェリーが。追い抜いてお先にどうぞみたいな感じになってるのはすごい珍しいんですけど、なんかあったんですかね。普段ね、もっと距離を置いてこう航行するんですけど、今日は目の前にいるのは名門太陽フェリーさんのフェリー京都です。なんかどうなんでしょう、追い抜きにかかっているのかちょっと分かりませんけど、こんなね、淡路島の沖合でですね、名門太陽フェリーと並走するっていうことはなかなかないんですよ。もうちょっと先を行ったりするんですけど、こんな追いつくことなんてね、なんか珍しいなとか思ったりするわけなんですけど、名門太陽フェリーは同じく新門司からですね、こちらは大阪南港を目指しております。まあ、あの予約の仕方とかまるっきり阪急フェリーとまた違ったりするんですけど、こっちはほんまにあのなんか予約したらなんかすごいあのクレジットカードの認証システムだとかいろいろ面倒くさいことは結構あるんで、まあ、船自体も食事もいいんですけど、ちょっと手続きとかでねクソ面倒くさいなとか思ったりしていて、あんま乗らないんですけど、この名門太陽フェリーとで、この阪急フェリーが熾烈なバトルを繰り広げてるんですけど、まあ名門太陽フェリーはどちらかというとなんかもうビジネスに特化してるっていうような感じかな。なんか阪急フェリーはなんかこうもう動くホテルって感じですよね。なんかもう露天風呂もついてるし、ご飯はまあなんか普通に好きなもん食えるし、あの名門太陽フェリーはバイキングなんですけど、そんな品数は多くないので、まあどちらかというとやっぱり阪急フェリーさんの方が私は好きですね。まあ、バイキングに関して言えばもう格上なのがサンフラワーだったりするわけなんですけど、まあ、サンフラワーもねこう窓付き個室っていうのがあるようでないようなみたいな、そんな感じなんで、まあファミリーとかだったらあるんですけど、一人でねこう利用するんだったらもう間違いなく阪急フェリーだと思うんですよね。でお風呂とかもね普通に入れますし、すごいなんかコスパめちゃくちゃ抜群だと思います。なんかレアなダチョウ肉だとかいろいろ食えますしね。もう私は個人的にはやっぱり阪急フェリーを推したいっていうのはあるし、まあ船子めちゃめちゃ可愛いんですけど、でこの名門太陽フェリーの方はですね、カモメみたいなね、キャラクターがいます。通称なんかなんかカモメみたいなキャラクターをしておりますけど、名門太陽フェリーはシティラインの愛称というか通称を持っています。ちょっと寝ぼけて何言ってるか分かんないかもしれませんけど、本当お許しください。朝いつもこんな感じなんです。鳥が飛んでいきました。焼き鳥の材料ですかね。まあ、なんかうまそうですね。もう海の鍋みたいな感じしましょうか。魚取っていいな。で奥にはもう高砂とかその辺りになってるんですかね。もうすごい山も見えてまいりましたけども、あれはもう神戸の山になってきておりますが、貨物船も止まっておりますね。もうあの辺りがおそらくですね、なんていうのかな、もう垂水とか須磨とかその辺りになる。スマは言い過ぎだな。舞妓とか垂水とかその辺りの山々が見えてきておりますね。スマはちょっとへっこみますんでね、なんかこっからではまだ見えないと思うんですけど、なんかもう暗いんでね、ピントをどうやって合わせようかって今必死こいてるんですけど、これ追い抜きにかかるのかかからないのか微妙なところなんですけど、おそらくねなんか名門太陽フェリーの方も速力を上げてきているのではないでしょうかね。えらいゆったり走ってますね。でもなんかそんなトラブルでもあったんですかね、わかんないけど、でもちょっとなんか大回りしているようにも見えますけどね。これ阪急フェリーが来ているっていうことは向こうも気づいてるとは思うんですけど、
やっとピントが合いました。多分ね、奥に見えているのが高砂とかその辺りになってるんですかね。あのコンビナートとか見えておりますけど、煙がすごい美しいですね。朝からね、漁船たちも結構出てまして、漁に出てますけど、これは朝ならではの光景。朝は絶好のね、漁のチャンスですからね。暗いうちからみんな海に繰り出してね、今漁をしているわけですけど、いいな、憧れるな。この辺りの名産ってタイとかね、やっぱタコとかアナゴですよね。サワラとかも有名なんじゃないかな。でね、最近ね、海苔がなんかすごいあのブランドだそうで、実はですね、あのこの、播磨灘で取れる海苔っていうのはですね、まあ、兵庫県、まあ、全部兵庫県で今言いますけど、まあ、全国レベルでですね、漁獲量があるという、漁獲量っていうか収穫量があるというか、まあ、あの2、3位ぐらいなんですよね。海苔も結構ね、あのいろいろとあの産地がありますけど、兵庫県はですね、もう本当にあのなんか1位は多分熊本とかそっちの有明の方じゃないかなとか思ったりするんですけど、兵庫県はもうあの5本の指に入る、しかも3本の指でもいいんかな、3本の指でも入る海苔の産地なんだそうです。後ろの方がやっぱ沈んでるんですね。おお、前にもいるいるいる、なんかいろいろいて面白いですね。名門太陽フェリーはどっかに消えましたけど、今貨物船のショータイムです。お風呂入りたかったなと思うんですけど、いや、お風呂ね、いいわ別にみたいな感じですね。明石海峡は歴史的にもですね、もう重要なルートの一つでありますし、まあ、潮の流れめちゃめちゃ速かったね。昔はおそらく難破船とかね、あの沈没した船も多数あるんだろうけど、現代もですね、このようにフェリーや貨物船がですね、もう行き交う重要なルートの一つで、そこでですね、漁を繰り広げたりするので、もう無数の船がね、この辺でね、うろ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 してるわけですよ。これ全部明石海峡の下をね、目指してですね、今航行している船たちです。それを優雅に追い抜いていくというようなところです。貨物船は多分ね、10キロノットぐらいじゃないですかね。あのこの後フェリーも20ノットぐらいで今航行してるんですけど、もうもろともせず追い抜いていきます。前方の背景には綺麗な朝焼け、そして明石海峡大橋、山々は神戸の山々です。そして前方、この船はフェリー、京都名門太陽フェリーです。阪神と九州間の航路で競い合っている名門太陽フェリーと阪急フェリー、今まさにこの明石海峡の手前でですね、2隻の船が熾烈なバトルを繰り広げている夢の共演です。普段はですね、もう名門太陽フェリーは遥か彼方の方に行ってしまうような、そのような感じなんですが、このように大きく見えるのはかなり見応えがあります。阪神九州航路で熾烈なバトルを繰り広げられているこの2隻の船、今まさに目と目で分かるように熾烈なバトルを繰り広げている光景は、素晴らしく何かを感じます。このデッドヒートをするようなところ、まさにこの、なんというか2隻の大きな巨大船、間に挟まれた小さな貨物船がもう本当にスズメのように見えてしまいます。鳥も飛んでおりまして、応援しているように、飛んでおります。まるで、中継のヘリコプターのように飛んでおります。奥には明石の風景も見えてまいりまして、もう本当にですね、この2隻の船が熾烈に競い合っていることが分かります。明石海峡大橋も綺麗に見えてきました。潮の流れもかなり速く感じます。この潮目もね、結構速くなっておりますね。Thank you.
朝日に照らされながら名門太陽フェリーが先に、明石海峡橋をくぐろうとしています。まあ、その前にも貨物船が一隻、その奥にもポツポツと船が見えておりますが、綺麗な朝焼けとともに明石海峡をくぐるこの絶景はですね、たまらなく瀬戸内航路の特権だと思うような、そのようなところで、この明石海峡橋をくぐっている名門太陽フェリーは大阪南港に8時30分、今乗っている阪急フェリーは神戸に8時30分、このような至近距離で熾烈なバトルを繰り広げているんですが、少々、大阪南港に到着が遅れているのではないのかと思うような名門太陽フェリーでありますが、のんびりマイペースと航行しております。そして絶景はピークを迎えまして、明石海峡橋の奥に太陽が顔を覗こうとしているような、そのようなところ、見事な朝焼け、そして日の出の時間帯にかぶったところで名門太陽フェリーも、今くぐろうとしているようなところ、おそらくあの名門太陽フェリーの甲板からも、この明石海峡橋をくぐるということを知らせ受けてですね、見物にかかっている、そのようなお客さんもいるのではないでしょうか。その奥には綺麗な日の出も見えております。そしてくぐる瞬間に太陽が顔を覗きました。なんと贅沢な、これは一番の贅沢でございます。もうこれね、あの何回乗ってもこのね、あの明石海峡大橋をくぐる瞬間、そして日の出が合わさって見れるような喜び、これはもう至福の時間と言いましょう。瀬戸内航路の贅沢な船旅の一つとなっております。太陽はまるで宝石のように輝いておりまして、2隻の船がその太陽を目指して航行しているその雰囲気はですね、まるで大航海時代のような、そのような雰囲気を醸し出します。大海原とはいえ、奥には生駒の山々も見えておりますけれども、非常にですね、この瞬間というものはたまらなく好きでございます。それを見た瞬間に私は売店でそそくさとパンを買うのでした。パンを買ったはいいんですけど、角木をですね、あの洗面所に置いてしまいまして、締め出しを食らいましてですね、ああもうどうしようと思って開けてもらって、またカードをもらってですね、とりあえずお風呂に行こうということでした。まあ、本当に申し訳なかったです。お風呂に入った後は朝ごはんでございます。朝定食プラス一品とですね、プリンを追加しております。この一品っていうのは野沢菜の漬物を追加したってことですね。で、朝定食はそのオクラの一品がついてきたり、卵焼きがついてきたりで、サバと酒が選べたりというようなところ、醤油はこれは九州醤油でございます。非常に甘くて美味しい、醤油でございます。それをね、かけましてですね、いただきますして食べていくんですけども、卵焼きがめちゃくちゃにうまいじゃないかというようなところでございます。もう朝からね、ご満悦、ご飯も進む進む、ご飯が進むくんでございます。いや非常にですね、名門太陽フェリーの追っかけ具合も気になるんですけども、いや朝ごはんをまず食べないとですね、もうあの腹は減ってはですね、戦はできないというようなところでございます。朝ごはんを食べながら見たら、もう真横にまた名門太陽フェリーがやってきましてですね、今回ずるい旅だなと思いました。名門太陽フェリーを見ながら朝ごはんを食べれる贅沢さ、なんかこれどっかで見たことあるなと思ったらね、あの織田裕二さんにそっくりですよね。なんか雰囲気似てます。さて、名門太陽フェリーも去ることながらなんですけども、そろそろ下船準備しなきゃいけないなとか思ってたんですけど、やっぱり名門太陽フェリーが気になる。どんどんと追いついてきました。なんかあったのかなというようなところ、いつもは遥か彼方の方でね、煙突だけ見えてるって感じだったんですけど、そして大阪南港の、建物とかも見えてまいりまして、阿部のハルカスも見えております。港大橋もくっきりと見えておりますね。大阪の街並み、そしてね、こう画面のね左側を映しますと尼崎とか芦屋とかで、奥にぽっこり見えてるのが兜山、西宮を代表する山です。そのようなね山々が見えておりましてですね、もう阪神地区を一望できるこの風景もなかなか素敵なところでしょうか。入港前なんですかね、バタバタしてますけど、これ食べるの忘れてたわ。今回いちごデニッシュとねカレーパンを買いました。でコーヒーつきました。いやちょっと早く食べないと、もうロッコアイランド見えてんだけど。あ、しっかりねいちごの味効いてますね。美味しいです。ザラメもちゃんと乗っててね、
続いてカレーパンですね。うん、柔らかい。チーズがしっかり効いててね、美味しいですよこれ。うん、普通にうまい。というかもう港が見えてきた。降りる準備しないと。やばいな。さあ、着岸する港が見えてまいりましてですね、大分からのサンフラワーパールがいますね。大分からのサンフラワーパールも止まっておりますが、サンフラワーの白いね、この白鳥のようなボディ、そして赤い煙突というものはやっぱりブランドを感じさせられます。サンフラワーという船はやはり威厳があるような、そのようなね、もう本当フェリーの王者というようなところですが、そのサンフラワーの手前のところにこの阪急フェリーは着岸します。こちら海上自衛隊の船も止まっておりまして、かっこいいですね。そして東神戸大橋や六甲山を見ながら、船はですねバックしながら入っていきます。こうやってねゆっくりと後ろに下がりながら入っていくところもなかなか阪急フェリーらしくて面白いなというようなところなんですけども、非常になんか入り方が独特なんでね、この入り方の体験をしたい方はぜひ神戸便に乗っていただければと思います。このね東神戸大橋を軸にぐるーっと曲がってるような、そのような感じがですね非常に面白いんですけども、そしてですねゆっくりとバックしながらこの渦潮を見ながらですね、あの神戸の六甲アイランドに着岸していきます。いや、この最後のね渦潮を見ると、ああ旅が終わったなーって思ってしまうんですよ。もうこのねなんかこれほど寂しいものはないですね。もうちょっとこれゆっくりねなんかこう乗ってたいなって思ってしまう瞬間です。下船ですよ、下船です。はい、送迎ご利用でした。こちらからどうぞ。最後はですねシェフの方なんでしょうかね、あのコックさんの格好をしたまんまですねお見送りしていただいたりとか、もう最後も最後までね、あの阪急フェリーの方々スタッフ総出でお見送りしてくれる姿はですねどことなくすごいあの感情が込み上げてきます。本当にね、あの阪急フェリーというものはサービスがねすごくいいですね。あの露天風呂はコスパ高いとか言ってるんですけど、全体的にサービスのコスパはいいと思います。そしてですね、あのここからですねバスに乗るわけですが、ここからはちょっと階段で降りたりしなければいけません。バスはですね、この神戸側はですねあの有料であります。六甲ライナーのアイランド北口までは無料で運行しておりますけども、そこから先阪神御影、そして JR 住吉、阪急御影には230円、子供120円という料金がかかります。ですけども、アイランド北口までは無料なんですが、どちらにしろですね、あの六甲ライナーや港観光バスに乗らないと六甲アイランドから脱出できないので、まあ、230円は妥当な値段、もしくは安いかなと思ってしまうような値段でございます。まあ、阪急御影まで行ってくれるんだったら230円は結構安いもんだなとか思うようなところではございますけども、結構ですね阪急電車が見えてきたら、阪急フェリーの旅もですね、どことなく阪急電車と接続している、そのような雰囲気を醸し出せますが、一切阪急フェリーと阪急電車は、先ほども申し上げたように関係はございませんが阪急と阪急でですね、またこれからもですね、なんかこうこちらの動画にてですね、あの阪急フェリーと阪急電車をセットで映せるような何かそういうような企画もねやっていこうかなと思うんだったら、この動画をみたいなものを作るべきだと思いながらも、今後も阪急電車阪急フェリーをねセットで利用して動画を作っていこうというふうに思ってしまいました。今回の動画はここで終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。